2月上旬の栃木県でヘラブナの管理家を攻略。野釣りや管理家などさまざまなフィールドを釣りこなす名手伊藤聡さんが日光市にある管理家を攻める。あった、ほらね、魚の動きいいですよ。ほら今分かったかな。もう誘って沈んだ浮きが上がるのがちょっとおかしかったんですね。そう、もうこの辺はゆっくりですね、竿を後ろに一旦落ちながら、うん、いいヘラですよ。ありがとう。栃木県日光市、寒さが残る2月上旬の東照温泉釣り池に伊藤さんはやってきた。日光東照温泉釣り池にやってきました。どうですか、見てください、素晴らしいロケーションですね。まあ、この釣り場できて2年目になるんですね。元は2メーター50ぐらいの水深だったんですけれど、釣り人の要望に応えてくれて今は4メートルから5メーターぐらいまで水深があります。まあ様々な釣りができるんですけれど、今回は底釣り系でちょっとやってみようかなと思います。外周からもできるんですけど、今日はちょっと真ん中の中之島っていうポイントでやってみましょう。そうですね、風も考慮して中之島のこの桟橋のこの辺で、さあやってみましょう。だいたい沖に向かって少しずつ水深がこういうふうに深くなるポイント、まあ釣り鉢状にこういうふうになっているので、使用する竿によって水深も若干変わってくるっていうポイントですね。まずそうですね、ヘラ釣りは自分の使いやすいポジションにロッドケース、バッグで、今日私はサブという形でバッカンを持ってきて、この中に餌がね入ってるんで、こういう準備なんかもね、だんだん慣れてくると、まあ、スムーズにできると思うんで、さあそれでじゃあスタートは少し長めね、5メーター40ぐらいの竿で沖目を狙います。そう、ある程度想定してロッドの準備はこういうふうにしてきた方がいいですね。例えば今日の釣り場、水深、あと魚のサイズ、その辺を想定して、ロッドセレクトをする。飛天球、柳、そうですね、それで今日はちょっと大きめなので18尺竿を継ぐ時は必ずもう何度も言うようにこの玉口のところに指を添えて、で静かに入れて最後ひねってあげる、うん、この作業も正面を向いてやると竿がスッと抜けちゃう時があるので、必ず少し体を斜めにしてあげながら一本一本丁寧にゆっくりと、こういう作業をね、習慣づけてもらうと、せっかく釣りに来て朝の準備の時に何かトラブルがあってっていうことにもつながるので、もうここは習慣づけてこういう作業所作を一つ一つできるように、水切れ、こういう感じですね。ストレスなく水切れができるってことは、もう一日釣りをする上ですごく快適に釣りが続けられるので、高さね、この竿掛けの高さもいろいろ調整して穂先が全部入る穂持ち2番もある程度10センチぐらいこうに入るぐらいの高さで設定すると、うん、いいですね。伊藤さんの底釣り仕掛けはこんな感じ。寒い時期ならではのこだわりがある。やっぱりね、この玄関期というか水温冷えてる時なので、道とハリス、やはりちょっと繊細に細めに仕上げてくるのがいいですね。あとはこの水が流れてくると水流も発生するんで、やっぱ抵抗がかかるので、まあ、今日は道糸がね 0.65 でハリスが 0.35、針も
通常だと5号とか6号とか大きい針使うんですけど、スタートはまずは浮きが動きやすいっていう方向でいくので、針も4号でね、いきたいと思います。で、浮きもパイプトップ、ちょっと太めのパイプトップと細めのムクトップがあるんですけど、やっぱりね、朝はそのとにかく浮きを動かしたいんで、ムクトップの浮きで、やっています。なぜこのセッティングにしたかっていうと、ですね、上の針に今日魚を寄せるための少しバラケーサをつけたいんですね。で、下の針には、食わせるための食わせーサをこういうふうにつけておきたいんで、それがあんまりこの接近線で上の針と下の針が接近線で近いと少し魚を寄せる効果も薄くなっちゃうんで、あえて20センチ、20センチ段差をつけました。下の針はそこについてます。上の針からバラ検査がこう、特に棚は正確に測ることが大事。棚を測るっていう作業はもうね、これから1日こういうふうに釣りをする中ですごい重要なキーポイントになるんで、ここは少し時間をかけて丁寧に、ちょっと深いところ、ちょっと深いところを狙ってやってみた方がいいですね。この辺はちょっとフラットですね。で、こっから浅くなるような、いいんじゃないですか。正面の 1,2,3,4 個目のすのこあたりを目標に、今日の釣りは上の針にバラケーサ、魚を寄せるためで、下の針に食わせるっていうようなセッティングで、餌の種類も夏でしたらもっとなんて言うんだろうな、粘りもあってもいいし、両団子みたいな釣りでできるんですけど、今日やる釣りは魚をちょっとこう静かに寄せながら、魚をできれば下を向かせて食わせ餌に導くっていう釣りなので、まあそれに一番適したようなブレンドで、どうしてもこういうね、ペレット系ですよね、その養殖池で育つのに与えられていたようなものに近い、こういうペレットみたいなものを入れると、やっぱり魚も今までこういうふうに捕食していったあのものと近いので、魚の寄りもこういうふうに良くなってくるので、そういうのもやっぱり入れてあげると、いいかもしれないですね。そう、それとあとは少しこういう麩の材料ですよね。あまりペレット系ですとか、粘りのこういう強いものだけだとやっぱり魚を寄せる効果が薄くなるんで、少しこういう麩系統の餌も入れてある。上の針につける餌はいかに魚を寄せるかを考える。そう、水を注いだらもう全体にかき混ぜて、まあ、色なんかも見てもらって分かるように、そのペレット系の茶色いのはとっても目立つと思うんですよね。続いて食わせ餌、これは水の中にこの粉を入れてかき混ぜる、こういう感じですね。で、こうやって絞り出したのを指で取って下の針につけてあげる。さらに違う種類の粉を混ぜて少し固める。で、この魚を寄せるための餌をこのぐらいの大きさ、このぐらいの大きさでつけてあげる。これを丁寧につけてあげて、で、下の針にはインスタントでできたうどんの餌ですね。で、これも必ずここにね、針先をここに出してあげるっていうのも一つのね、コツになる。じゃあ仕掛けがある程度自分がさっき棚を取ったところまで行くぐらいまで竿を上げといてあげて、仕掛けを送ってあげると、そうすると遠くからビューッとこういうふうに仕掛けが降りてきて着底したっていうような計算になるので、
もう一桁の水温で魚が元気よく餌を捕食するかって言ったらもうかなり厳しいんで、お今なんか少し弱くふっと心に入ったように、もうとにかくおかしいな、なんか今変化したかな、当たったっていうんじゃなくても変化したかなと思ったらもうとりあえずそう上げてもらってクワ精査の確認をします。あ大丈夫かな、もう一回ぐらいは大丈夫かなっていう確認をして、上の方の餌をつけてる。そうここもねできればスムーズにね、いい風じゃないですかこれ、予想通りの風。少しずつ水中の様子が良くなってきている感じだ。ただ少し残念ながらクワセの餌が深いところに入っちゃいましたね。こういうデコ地底デコボコがあるんで、当たった。今自分的にも今のあたりはもうちょっと変化したかなっていうぐらいの動きですよね。いい曲がりじゃないですかね、綺麗にこう描いて、あ全然いいキャラじゃないですか、ほらほら、ほら元気だね。え、あ30センチちょいありますね。お、ファーストヒットです。思ったより全然早かったですね。わずかにねむずってこうに入ったような感じがしたんで合わせたんですね。いいところにかかってますね。うん、いや魚も冷たいね。やっぱりですね、どんなあたりもこういうふうに合わせて、さあ魚はね玉網にあまり入れないでもういち早くリリース。あちっちゃいですけどあのオレンジが入るぐらいの、あほら今もうセンチで言ったら言えないぐらいの何ミリみたいなね動きですけど、あれがねやっぱ玄関機の底釣りの動きなんですよ。お、いいヘラじゃないですか。ほらいいヘラだ。あ元気だな。やっぱりここの東照温泉の魚引きますね。やっぱ水が違うんですね。そう玉網の長さもこのぐらいがいいですよ。そう魚をキャッチするのもこのぐらいのところでキャッチした方が、うん、竿の曲がりのストレスもないんで、いいサイズですね。さあ、これもね、綺麗ですね。水温低下による渋さもなく順調。底釣り狙いはいいようだ。なんかこれ当たればちょっとはっきりでっかくあの一目盛りぐらい入りそうな感じしてんな。うわそばにいるんだけどね、今完全に地底のいいところにクワセーサー乗っかってるんで、やはり少しずれただけでも当たりが遠のく。少しクワセーサーがさっきのとは違って深いところに落っこっちゃったような感じですね。これね完全に前の一頭と比べるともう二目盛り分ぐらい違いますもんね。同じところに餌をこうやって入れてるつもりなんですけど、わずかちょっと違うだけでこういうふうに食い当たりの前の触りももう今出てないんで、これもちょっと見切っちゃいましょう。これは違うと感じたらすぐに打ち直す。風の力を借りてクワセーサの位置を浮きで判断する。そこで勝負が決まる。でそこからじわ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 溶けてきて浮きが、うん、上がってくる。意外とねこの上がって止まった瞬間もね当たるんですよ。だからここもこの位置も要注意。この位置
誘いをかけますね。ちょっと今のは強めに当たった、ほらね、あって、少し何かテンションをかけたり変化をつけてあげると、もうそばにはいるんで、これは去年のシンベラかもしれないですね。色がまだ、うん、かなり、よいしょ、これもそうですね。うん、ね、ほぼ同じぐらいの、ね、サイズですね。魚の動きいいですよ。ほら、今分かったかな。もう誘って沈んだ浮きが上がるのがちょっとおかしかったんですね。まあ少しチクッとは入ったんですけど、あのぐらいですよ。おい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 。おい、そう、竿を添える時にも手を添える時にもグリップに一番近いところに手を添える程度で、あんまりこれ以上上に持ってかないように。そう、その理由はやっぱりこのグリップを持って曲げるところで竿のバランスっていうのは作られてるので、もうこのぐらいまで立ち上がっちゃえば、もうあとは竿を持っててあげれば、もうこの竿は自然に浮き上がってきますから。そう、もうこの辺はゆっくりですね、竿を後ろに引っ倒しながら、うん、さっと見せてさっとリリースしますからね。これ多分去年のヘラですね。まあ、ね、いいヘラですよ。あー、足んないですね。動いてるよ、動いてるよ。でもなんだかあれだな、団子に動いてるような感じすんな。ちょっとこの回はしぶとく待ってみますね。少しね、触りがあるんで、ほんとすぐそばにいると思うんで、すごいいいとこに餌あるんですけどね。もう今のはもうごめんなさい。俺も本当ほとんど分かんなかった。なんか違和感があっただけ。いいヘラですね。よっしゃ。いや、もうこの一枚はしびれた。めちゃくちゃしびれましたね、これ。誘いをやっぱり3、4回かけて、それでチクっていうのが多いですね。でも何度か来てますけど、これだけなんか浮きの周辺とかでこういうふうに魚がもじる、こういうふうに跳ねてるっていうのはね、そんなに経験ないんで、感じはいいんだけどな。当たったね。いや、もうなんか息するのが息もできないような感じだったけど、思いっきり吸い込んで餌、よいしょ。伊藤さんは今日の当たりパターンを見つけたようだ。ちょっと誘いかけてみましょう。うん、いい感じ、うん、ね、今赤がパッと返ってきて、でふってもほんのちっちゃくね、いい曲がりするじゃないですか。やっぱ魚に応じてこういうふうに曲がり、うん、いいじゃないですか。もうほらいい位置にかかってますね。上あごのいい位置に、ほら、お、よっしゃ、めちゃくちゃ、うん、すごい綺麗。やっぱこれも去年かな、かなんかの、うわ、すごい元気。今日に限らず、このやっぱ玄関期の水温一桁の釣りはそんなに早く
もう食い当たりが出てバカバカ釣れるっていうことは稀なん、今も触りましたね。もう稀なんで、この辺は少しね、もう自然に任しておいた方がいいです。そう、これで一番当たりが出やすいメモリが今ちらっと7目目出てきたから、これでまたテンションをかけてちょっと強く誘っちゃいますね、うん、当たりそうなんだけどね。いいとこ行った。もう本当に振り込みなんですよ。振り込み性能っていうか、振り込みでぴったりいい位置にこういうふうに仕掛けが入れられるかどうか、そこなんですよね。この時期のピンポイントの底釣りは、今日なんかすごくやっぱり安心してこうやって使ってられるんですよね。でこれも今日みたいに例えば浮きが動かなかったら、たらハリス 0.2 とか 0.25 まで僕ら落としていくんですよ。そうするとそれこそもうハリス、そのハリスがきちんと大きいじゃないですか、使えるような竿じゃないと釣果伸びない。もっと言い換えちゃえば当たりが出ない、釣った魚をこういうふうに取れないっていうふうによしなってしまうんで、当たりますよこれ、ね、やっぱりね、ああいうわずかな変化を楽しみながら、お、すごい、わずかな変化を楽しみながら釣るっていうのがこの時期の面白さですね。お、いいヘラだ。ほら、あんな大きいから魚出てきちゃうんですよ。本当この竿すごいですよ。よいしょ。うん、やっぱりあれですね、去年かなんかの入れた魚ですね。ほら、今赤のメモリの中でもぞもぞっとした、今の赤のメモリの中でこういうふうに動くんで、よりなんかね判別しにくいんですけど、あの見てる人っていうか釣ってる本人たちはね、意外とね見えるんですよ。っていうのは今の当たりの前にやっぱりふわーって変化するんで、気持ち的にあれなんかいるなっていうのを感じてるから、あのちっちゃい当たりも見えるんですよね。よいしょ、いい感じじゃないですか。玄関機特有のもう一目盛りじゃない半目盛りぐらいのこういう動きでね、あった、当たった、いい当たり。ちょっと今ねこの一頭前に棚を1センチぐらい深くしたんですよ。なんか当たりそうで当たんなかったんで、少し下の餌を安定させた方がいいかなと思って。正解でしたね。ほら、いいヘラだ。微調整をしながら夕方まで底釣りを楽しめた初日になった。栃木県日光市にある東照温泉釣り池、伊藤聡さんが冬の管理池を攻略している。さあ、じゃあ棚2本でもうセッティングは全部一緒ですね。前日水面近くでのヘラブナの活性の良さを見た伊藤さん、2日目は宙釣りで狙う。この辺の入り方ですね、ゆっくり入っていって、あ、もう少し馴染み幅欲しかったな。で停止して持ちこたえて、
まずはどんどん餌を打ち込んで魚を寄せる。お、いいラインで今、ほら左もすごいもじり、やっぱもじりの数が全然違いますね。これこの辺はちょっと強い誘いをかけていきますね。底釣りの時と違うのは、底釣りの時はもう糸にテンションをかけるぐらいのイメージでも、今はこれちょっとこうやってかなり強く動かして、あの食わせさも少し微妙に動くぐらいまで動かして、近くにいる魚をパッとこういうふうに反応させるような釣り方になるんで、今くー記念すべき初当たり、少し触ってたんであんまりもう誘わないで待ってたら、一目盛りカチッ、あ、これでもいい感じのヘラですね。ね、少しやっぱ中の方がウエイトあるようなヘラかもしれないですね、これ。よいしょ。よいしょ。第1号。カチッってなりましたね。いきます。よし。少し方向性が見えてきましたね。で、注意するのはさっきから言ってるの後ろからの風になるんで、仕掛けが完全に伸びきって沖に落としちゃうと弧を描くのが広くなってしまうんで、浮きの立つちょっと先ぐらいに餌を落とすように、打ったらここで力を抜いて、うん、今なんかもう餌が落ちたところの真上に浮きが落ちた、あのぐらいのところに落としてあげた方がバラ系が効くんですよね。遠くから弧を描きながら落ちるよりも、浮きの真下にこういうふうに落としていく、垂直に餌を落としていくっていうような振り込みのテクニックも、今これ 16.5 尺ですけれど、お、当たりましたね今。そういうのもしていくと寄り方が密が濃くなるような感じですよね。当たりは続く。今なんかちょっと変な当たりでしたね、ズリズリって。おー、でも引くね。よいしょ。もう昨日との違いは、昨日はもう糸にテンションがかかるかぐらいの弱い、今回は宙吊りなんで少しアクション的にもう強く、当たった、ほらね、今のはちょっと完璧に近いですね。あれ餌が動いたんですよ、ほんのわずかだけど、ただ単にぶる下がってた餌が動いたんで、もうリアクションでパッとこう、だから水中の様子ね、分かんないけど、多分餌のところにも周り何匹かこういうふうにいて、なんかの今みたいにパッとこうに餌が動いた時にサッとこういうふうに食うような。風が回り込んできて風向きが刻々と変わる。振り込みコントロールしやすい竿でポイントを的確に狙う。あった、いい当たりしたね今のは。上がり側だったね、バラ毛がちょっと抜けた、うん、お、これ多分去年ぐらいの放流ベラですね。ね、今回は東大阪までね出かけて、山口養魚場さんで本当にこういうふうに丁寧にね大事に育てられて、あ、そうですね、このぐらいのサイズいましたよね、確かにね。そうで、こういうのが育てられて、やっぱり稚魚の時からもう本当に愛情たっぷりで育てられて、うん、でそれがね、あの僕たちもこういう釣り場に放流されて楽しませてくれるんで、もう本当にありがたいですよね。こんな玄関期のね水温1桁の時、
これだけこうやって浮きが動いてね、多くのファンの皆さんがこのもう愛しい一枚をこういうふうにね釣りに来てるわけですから、反対に僕たちもねすごく魚の扱いについてはもう丁寧に丁寧にねしていかないと、うん、その後も伊藤さんは綺麗なヘラブナとこの時期ならではの駆け引きを楽しんだ。日本古来のゲームフィッシュヘラブナ、生産者の愛情いっぱいで育てられたヘラブナは大事に運ばれ、さまざまな釣り場でヘラ師たちを喜ばせてくれる。いろいろな人たちの思いが詰まった綺麗なヘラブナに会いに行ってみてはいかがだろうか。